今日は久々に横向き、なぜかアクションカメラのレビューだからですね。まあさすがに縦向きにしていろいろ編集とかするとオリジナルの画質がまあエンコードされたりとかレンダリングされたオリジナルの画質がオリジナルに近い画質がまあレビューできないということで横にしました。今日はムソンのアクションカメラですね。あれ 4K 対応。そう、今スマホでプレビューしてますね。これ便利なんですよね。スマホでプレビューして、それ解像度とかもこっちで選べる。ただスマホと絡むときは 4K はダメですね。 4K、2K ダメですね。 1080p の60フレームまでですね。そこまでは撮れますね。まあそれだと取り込みカメラロールへの取り込みができますね。だからこのカメラと iPhone またはスマホがあればもうそれで編集からアップロードまでできますね。撮影して編集してアップロード。だから扱いやすさから言ったらこちらの方がいいのかなと思いますね。まあ、今アクションカメラこの値段で買えるのっていうものが多いんですよね。それこのムソンのカメラもそれになりますね。あーすごい安いわみたいな。それしかもスマホ連携いいじゃないですか。今日はムソンのアクションカメラ、アクションカメラ、まあ、いろいろ説明するのってもう野暮ですよね。もう大体わかってる、まあ、こういうもの、スポーツで使うカメラということ、それはわかってる。だから一番知りたいの画質だと思うんですよね。まあ、確かに私もいろいろな人のレビュー見てて説明飛ばして実映像いわゆるアクチャルフォートみたいなそういうところまで飛ばしちゃうんですよね。あ、そうだ、ドローンとかもそうですね。最終的に何が知りたいのかそのドローンで撮れる画質なんですよね。今 720p の120フレームで撮ってますね。これスローモーションにするときにいいんですよね。120フレームだから、まあ、4倍までスローモーションにしても普通です。4倍以上にするとやっとスローモーションがギクシャクする。
だからスポーツ撮影してる人いいのかなと思いますね。120フレーム、相当スローモーションの映像撮れますよ。厳しいです。